サウンドトゥルーは日本の競争は、2015年東京大賞展、2016年チャンピオンズカップ、2017年 JBC クラシックを優勝した。2012年11月、東京競馬場、ダート戦3 0 0メートルの2歳新馬戦でデビューし6着に敗れる。なお、現役引退まで一度も芝のレースに出走することはなかった。 自走の2歳未勝利戦は6番人気ながら勝利を収め、その後は勝ちきれないレースが続くも3歳の春に500万条件を勝利。自走のユニコーンステークスでは8番人気ながら3着と検討する。その後は1000万条件を高級するまで勝ちきれなかったが9戦すべてで掲示板を確保する堅実さを見せる。4歳6月に高級し、 高級五所戦の500万条件でも3着と勝ち切れ、なった。気象は穏やかであったが、筋肉量が多い血統で使い続けると硬くなると見られていたことから、このレース後に虚勢され、11月の復帰初戦で勝利を収め、その後は徐々にクラスを上げていった。2015年、明け5歳でオープンまで昇格、ユニコーンステークス以来の重賞挑戦となった。 平安ステークスでは6着に敗れるが、ジュライステークスで、オープン昇格後の初勝利を収め、自走の交流重賞、日本テレビ杯と連勝。その後、JBC クラシックで2着、チャンピオンズカップで3着と G1 ジャパン1戦線でも、当格を表し、年末の東京大賞典では当時、ダート G1 を9賞を記録しており一番人気に、支持されていた北高たる前を尻け優勝。 初の G1 制覇を達成。2016年には、主に G1 ジャパン1を中心に出走。勝ちきれないレースが続くが、12月のチャンピオンズカップを制して、JRA 賞最優秀ダートホースを受賞。2017年には、JBC クラシックを勝利し、G1 ジャパン1通算三勝とした。2018年、8歳となり同様に、 G1 ジャパン1戦線で出走を続けるも勝利を上げることはできず、11月7日付で JRA の競争馬登録を抹消。船橋競馬に移籍し、移籍後の初戦は年末の G1 東京大賞店で4着となる。2019年明け9歳となり、金牌を制覇。南関東競馬の所属馬は原則的に9歳以下という年齢の上限が定められているが、 A1 馬に限り年内に一度でも5着以内に入れば、翌年も現役を続行する資格を得られるため、この勝利により明け10歳になっても船橋所属のまま現役続行することが可能となった。2019年は金牌での勝利以降、勝ちきれないレースが続く。2020年になり10歳になったが戦術の特例により現役を続行。明け10歳の初戦は昨年と、 同区金牌に出走し優勝、連覇を達成。続く、交流重賞のダイオライト記念で、中央馬に混ざり3着、東京記念を制するなど、存在感を示しており、2021年も、特例により、現役を続行し、年明け早々の放置オールスターカップでも3着になったことで12歳での現役続行の権利を得た。自走は連覇がかかっ金で一番人気に、 指示されるも三着に敗れる。その後、3月12日の調教中に骨折。そのまま引退することとなった。同年4月1日付で、地方競馬での競争馬登録を抹消。引退後は、北海道新日高町の岡田スタッドで、つなぎようされる。2012年11月のデビュー戦から2021年2月の、 現役最後の競争まで、約8年の現役生活での通算成績は68戦13勝。2着11回3着19回と計43戦で、副賞圏内、計57戦で掲示板圏内、6着以下となったのは11戦だった。以下の内容は、ジャビスサーチよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。